渋滞、渋滞、渋滞、英語、トラフィックジャム、トラフィックコンテスチュオンとは、交通施設、道路、鉄道などの能力を超える動体の流入により、移動速度が遅くなった状態を言う。道路交通上の交通渋滞を特に渋滞と呼ぶこともある。交通工学における渋滞の定義は、ボトルネックにその区間の交通容量を上回る。 交通需要が到着した時に、当該区間の上流に生じる低速の待ち車両列によって形成される交通状態を指す。世間一般的には、自動車が停止あるいは一定速度以下のノロノロ運転で走行する自動車の鉄が数珠つなぎになった状態を渋滞と呼んでいる。渋滞長がいくら長くても、一回の青信号で信号待ち車列がすべてはける場合は、 一般には渋滞とは呼ばない。また、人の長蛇の列に対しても渋滞とは言わない。渋滞の内容は様々で、例えば時速 20km 以下で走行している状態でも、停止して車列が動かない状態であっても渋滞である。車列の長さについても、正確な距離が定められているわけではないが、連なる自動車の列の長さが 1km を超えた状態を渋滞と言っている。 日本の高度経済成長期に起こったモータリゼーションで一般大衆に自動車が普及する以前の自動車があまり走行していなかった時代では渋滞という用語自体が一般に使われていなかった。日本で初めて渋滞という用語が使われたのは1961年昭和36年に警視庁がラジオの文化放送で世界初となる。 交通情報を放送した時だと言われている。渋滞は人流、物流の所要時間を増加させるため、到着時間を遅延させ、時間的損失から来る生活や産業活動、経済活動に負の影響をもたらしている。また、渋滞は交通事故増加の原因となっている。例えば、生活道路に抜け道を目的とした車両が流入することで、 コミュニティ空間の安全性、快適性を損なう事例も見られる。さらに、渋滞による車両の速度低下による無駄な燃料消費により、二酸化炭素や窒素酸化物などの物質が排気ガスとなって多く、排出され、騒音などの環境悪化につながる原因となる。そして、渋滞によるストレスから、些細なことでトラブルに発展し、 犯罪を引き起こしている原因となることも珍しくなくなっている。都市問題では、モータリゼーションと渋滞の悪化は相互に関連しており、渋滞によりバスやパラトランジット等の所要時間が長くなり、公共交通の利便性が悪化すると、人々はますます自動車や大問いを利用するようになり、渋滞を悪化させる悪循環を生じる。渋滞の発生は都市などの美観の問題として、 取り上げられることも多い。郊外部では、スプロール現象、自動車利用を前提とした無秩序で散発的な開発が発生すると公共交通の導入が難しい都市構造となる。渋滞の深刻化が渋滞対策への費用の増加につながり財政負担の増大につながることもある。二0 1年、米外交専門誌は世界で最も交通渋滞が深刻な都市として、 モスクワ、ラコス、メキシコシティ、サンパウロ、北京の5つの都市を挙げている。このうちサンパウロでは2008年9月に世界で最も長いと言われる165マイル、約265キロメートル超の渋滞が発生している。また、2010年8月14日には中国の北京ラサカンの G110 国道と共造高速道で100キロに及ぶ渋滞が東海上に渡って続いた。 また e b b g の2012年の調査によれば、バンコク、ジャカルタ、ナイロビ、マニラ、ムンバイの上位5都市が渋滞が深刻な世界の都市としてランクインしている。一説もあるが、以下の3都市は世界で最も渋滞の発生する都市と言われている。オランダのカーナビゲーションメーカーが2016年の データをもとに交通渋滞がひどい都市のランキングを発表したが上記の3都市がワースト3を占めている。交通データ解析を行うアメリカが世界38カ国1064都市を対象に渋滞状況を分析した2016年版の調査ではワースト3はロサンゼルス、モスクワ、ニューヨークとなっており、バンコクは12位、ジャカルタは22位であった。 テキサス A&M 大学テキサス交通研究所の調査2004年ではアメリカの都市部のドライバーが渋滞で動けなくなっている時間は1992年には年16時間だったが2002年には年46時間まで悪化した交通渋滞対策への財政負担は1982年には年間約140億ドルだったが 2004年には年間約630億ドルにまで膨れ上がっている。2004年のテキサス A&M 大学テキサス交通研究所の調査によると、ロサンゼルスでは年間平均93時間、サンフランシスコで年間平均73時間、ワシントン DC で年間平均67時間の遅延が発生している。日本国内における 渋滞の損失時間は一人当たり年間約40時間、2012年度データより、とされている。産業活動における道路交通の役割は大きく、渋滞によって国内産業活動の効率化や産業の競争向上にとって大きな足かせとなる。そのため、警察庁や国土交通省は、地方自治体と協力し、徹底して渋滞の解消を目指している。 交通渋滞の定義は道路管理者や交通管理者ごとに異なっている。例えば、警視庁では統計上、下記を渋滞の定義としている警視庁交通部交通量統計表。また、首都高速道路では走行速度が時速 20km 以下になった状態を、阪神高速道路や名古屋高速道路では走行速度が時速 30km 以下になった状態を、 渋滞として扱っており、道路によって判定基準は異なっている。2014年に国土交通省では日本全国の高速道路において収集した各種交通データを活用し、日本全国の高速道路の渋滞ワーストランキングを発表している。以下に年間ワースト10を挙げる。開発途上国では交通行動の変容による インフラの整備が追いついていない状況である。例えば、停電に伴う信号機の消灯や河川整備の未成熟なために生じる冠水の影響によって渋滞が発生する。また、儀式車などの極端に走行速度が遅い車両や路上での故障車両によって渋滞が生じることもある。さらには、交通ルールやマナーが十分に守られていないために生じる渋滞も見られる。 一方で、非効率な信号制御やロータリー交差点の導入など、中途半端な渋滞対策により渋滞を悪化させている例が多い。開発途上国の渋滞の要因には次のようなものがある。渋滞は発生原因によって、自然渋滞と突発渋滞の2種類に対別される。渋滞流では、密に車両が並ぶ部分、密部と車頭間隔が 比較的長く車両が、まばらに並ぶ、部分、祖部が交互になるのが観測できる。この現象は、素密波現象と呼ばれる。この素密波現象は、以下の現象を持っているとされる。車間距離を狭く取れば取るほど、素密波現象は起きやすくなるので、適切な車間距離を取ることは、渋滞を防ぐ上で極めて重要である。渋滞の要因を大きく分けると、工事渋滞、 事故渋滞、自然渋滞の三つだと言われている。一般道路と高速道路では、工事渋滞と事故渋滞が共通する渋滞発生原因であるが、自然渋滞についてはその性格を大きく、ことにする。サグブと上り坂が自然渋滞の主な発生原因になるのは、高速道路であって、一般道路での自然渋滞の主な発生原因に、 なっているのは、信号交差点と踏切と言われている。自動車が何らかの原因で速度を落としたとき、あるいは速度を落とす地点を通過するときに渋滞は発生しやすい。西成勝博士は、車の減速、発進が続いて、その触れ幅が大きくなっていくことに、自然渋滞の原因があると分析している。また、渋滞のほとんどが追い越し車線から発生しており、ある車が追い越し車線に、 車線変更して割り込んだ際に、後続の車がブレーキを踏んで減速。割り込みが複数台続き、これが繰り返されることで車間が縮まるのが原因と分析している。透明高速で発生した約 40km の渋滞には、たった1台の車,の車の車線変更が原因だったこともある。一般道路において発生する渋滞原因のほとんどは、信号交差点と、 踏切、車線数が減少する、ボトルネックである。道路の1車線には1時間あたり、約2000台の交通容量がある。例えば、片側2車線の単路部、立体交差のように信号のない部分の、交通容量は1時間あたり、約4000台であるが、これを超える量の車両が流入すると渋滞が、発生する。都市部では、単路部は長くは続かず、 信号交差点が数多くある。単路部で十分な交通要領があっても、その先の信号交差点の存在によってその道路の交通要領は低下する。例えば、信号の青信号の秒数が30秒、高信号が0秒、赤信号の秒数が30秒という、極めて単純な信号を仮定したとき、青信号時間の比率は50%となり、交通要領は、 青字管理図が100%の時、砂は立体交差の時と比べて約半分となる。また交差点への進入車両が極度に増えた場合、隣接する交差点まで車両の列が伸びて渋滞が連鎖的に増えると呼ばれる超渋滞現象が発生する。日本では東日本大震災で発生した渋滞でグリッドロック状態が観測され、解消までほぼ1日を要した。 信号機のパラメータ設定は渋滞の発生部分に大きく影響する。不適切に設定すると以前は渋滞のなかった交差点に渋滞が発生するようになる。路上に駐車車車両があるとその部分の有効車線数が減るため交通容量は低下する。特に交差点付近の駐車車両は交通容量を著しく低下させ特に都市部において顕著である。路線バスが バス停に一時停車するだけでも渋滞を引き起こすこともある。沿道の大規模商業施設、ロードサイド店舗の駐車場に入ろうとする道路上の車列も同じく渋滞の原因となる。このため速度の不足も流入台数の増加をもたらす。道路工事による車線規制も交通容量を低下させる。道路工事を夜間に行うことが多いのは夜間は 交通量が少ないため、車線規制による渋滞の発生を軽減できるからである。踏切では、列車通過時に道路が遮断され、特に都市部の踏切は遮断されている時間が長く、開かずの踏切と揶揄されることがある。さらに、日本の法規制では、原則的に、信号機がない場合は遮断されていなくても一時停止が義務付けられているため、踏切によって、 道路容量が低下して渋滞の原因になりやすい。このような状況を解消すべく、道路整備の一環とした都市計画事業の一つである連続立体交差事業というものを実施し、都市部を中心に鉄道の一定区間を高架化もしくは地下化を進めた。あと、踏切の撤去作業を行う。競技には交通事故により車線が塞がれて起きる渋滞である。講議には 火事や天災によるものも含める。事故車両が車線を塞いでしまうことにより、後続の車両が進路を変更しようとするため、その右側車線を走行する車両と攻めにあって、交通の流れが悪くなり、放置すれば大渋滞を引き起こすことにつながることもある。交通工学の本来の用語ではない。ドライバーが景色や看板、火事。 対向車線の事故に目を奪われて脇見したりすることが走行速度の減速につながり、また停車をすることによって渋滞が引き起これる。または気味運転は事故の危険も伴い、こうしたドライバーが事故を起こせば渋滞をさらに悪化させることになる。高速道路上で渋滞最後尾や車間距離が詰まって速度が急に低下した場合の自動車の運転手は、 追突事故の防止のためにハザードランプを点滅させて、後続車に注意を促す暗黙の了解があるが、道路交通法では特に定められてはいない。NEXCO3 社では本用法を推奨している。インターチェンジ、IC やジャンクション、JCT では流出、流入が発生するが、本線の車は流入車を入れるため、前車との車間距離を空けるために、少し減速したり、 追越車線に移動したりする。本線の後続車は、車間距離を一定に保とうとして、詰まった車間距離を広げるために速度を先行車より落とす。これが、連鎖的に続くと渋滞となる。流入車そのものも遅い速度のまま本線に合流すれば、渋滞の原因となりうる。また、流出でもカーブのため時速4 0トル規制、対向車線からの流出合流、料金所 一般道での渋滞などによって本線まで続くことがある。折り込み、ウィービングとは渦のようなものを言う。料金所ではノンストップで走ってきた自動車が通行料金を支払うために一旦停止し、その生産に時間がかかるために長い車列ができることは珍しくない。料金所の料金収受能力を超えると、その車列がインターチェンジ内にどまらず本線まで伸びてくることで、 本線を走行中の車両の交通を阻害するようになり渋滞に発展する。日本ではかつて渋滞の最大要因となっていたが ETG の普及によりノンストップで料金所を通過できる車両が増えたためほとんど解消されている。しかし料金所を抜けて一般道へつながる交差点や信号機でうまく自動車が流れず渋滞することもある。 本線料金所では通行するすべての車が停車、または減速を強いられるため、そこへ続く本線の交通量によっては、渋滞が発生する。工事や事故のため車線が減少、規制あるいは通行止めされることで渋滞になる。時には全く動かなくなることもある。工事による渋滞は、Web ページやビッグス等を通じて事前に公表されることが、 あが、事故による渋滞は前日のケースや、料金所での渋滞と違いいつどこで起こるかわからない。ため、予想することは困難で、ビックスなどにも情報がすぐには入りにくい。車線規制が終了し、交通容量が回復した後で、車線規制による渋滞列中に存在する車両がすべて通過して、渋滞解消となる。渋滞情報などで、事故渋滞と表示されていても、 自己車両を見かけないことが多いのはこのためである。日本における高速道路では山間部のように険しい地形上に路線を建設するため傾斜が多く存在する。ドライバーが平坦部と変わらない。アクセルの踏み方で上り坂を上ろうとすると傾斜角度3%程度のドライバーも気づかないほどのわずかな傾斜でも速度が低下する。特に加速性能の低い大型車は 速度低下が大きい。後続の車は前方車両のわずかな減速に対し安全のためにと前方車両以上に減速してしまうことがある。これがいくつか繰り返されると後方の車両はかなりの低速状態になってしまい渋滞が発生する。このような原因による交通容量の低下を防止するために大きな勾配が存在する区間には負荷車線。 土反射線が設置されている。すり鉢状の地形にある道路では、ドライバーが王状の底の地点、谷底に到達して、上り坂に差し掛かる緩い V 字型の箇所をサグ部と呼んでいる。高速道路では、サグ部などの緩慢な道路の変化がある場所は、走行中に気がつきにくく、アクセルをそのままの状態で維持することが多いことから、 上り坂になった時にアクセルを強く踏むタイミングが遅れ、速度の低下が発生しやすい。その結果、後続車との車間距離が一気に縮まり、後続車が連鎖的にブレーキを踏まざるを得なくなって、元の走行スピードに戻すまでには、時間を要するため、タイとなる。自動車のアクセルは速度を管理、調整する機能ではなく、燃焼状況、トルクを調節する機能であるため、 路面状況の変化に、ドライバーが気がつかず同じようにアクセルを操作すれば、このわずかなタイミングの遅れにより、速度の低下が起こることで、結果的に交通容量の低下が起こる。車間距離が短くなると、サグ部に差し掛かっただけで渋滞が発生しやすくなり、サグ部の渋滞時の交通容量は、非渋滞時に比べて大幅に低下することとなる。回避させるために、この先上り坂や、 速度回復願いますと、簡易型電光掲示板に表示する対策方法が取られている。n e x c 中日本の調査では、管内で発生する交通集中渋滞のうち、約55%、平成9年がサグ及び、上り坂が原因で発生している。トンネルは、視覚的に狭く感じ、明るさも変化するため、ドライバーはその入り口付近でアクセルを緩めてしまいやすい。 その結果、交通容量が低下し、交通量があって、車間距離が詰まっている状況下においては、ブレーキの連鎖により渋滞が発生する。また、雨水を吐くために中央に向けて、上り坂となっているトンネルもあり、これも渋滞の原因となっている。回避させるために、トンネル入り口付近の照明度を高くする、トンネル側面に水準線を描き、 上り下りの状況判断をしやすくする等の工夫が有効である。従来、夜間時は昼間時の5分の1に照明度を落としていたが、2009年8月6日から対策として、ネクスコ西日本は、館内76カ所のトンネルで夜間時の照明度を昼間時の照明度と同じにする対策を取った。先行して都市部の一部トンネルで実施しており、 一定の効果があったため2009年8月6日より地方部のトンネルでの運用が決まった。単純に渋滞を克服し解消する方法は道路の交通容量を拡大するか交通量を減らすかのどちらかである。多くの場合は交通容量を増大させることで渋滞は解決できる。交通容量を拡大する方法は道路整備、改良や 信号制御の高度化などによる交通容量を増大させる方法と路上駐車の排除やサグ部での速度回復などによる交通容量を回復させる方法に分かられる。車線数を増設することは交通容量を単純に増やすことができるため最も早い渋滞解決手法だと言えるが整備費用に多額の資金を要するため容易に車線を増やすことができないのが実情である。 交通量を減らす方法として、交通需要マネジメント、A、トランスポーテーションデマンドマネジメント、略称、TDM があり、車の利用者が協力し合い、交通量削減のため調整を図る施策である。例として、フレックスタイム、時差出勤や、パークライドシステムの導入による、公共交通機関への乗り換え、運転経路変更の誘導案内の夜、交通の分散化、 都市部では道路の中央線を可変させる可変レーンの設置によって効果を上げることができる。交通需要を抑制し調整することで渋滞を緩和させるのが TDM の狙いだが道路利用者の協力なくしては実現不可能という側面を合わせ持つ。道路の拡幅や立体化には限界があり TDM も決定的解決策とまでいかないことから高度道路交通システム a インテリジェントトランスポートシステム、略称 ITS の研究が日本をはじめ欧米諸国でめられている。ITS は最先端の道路通信技術の総称を意味する用語で高度情報通信技術を駆使して道路と車を一体化した道路交通システムを確立し、交通渋滞の他にも交通事故の抑止、環境改善をするのが狙いである。 ITS 技術の代表的なものとして、v i x 道路交通情報通信システムや ETC があり、AHS、走行支援道路システムも、ITS を支える先端技術として、今後の動向が注目されている。信号制御の設定値を最適化すること渋滞はかなり緩和できる。交通量がほぼ同じ道路同士が交差する、信号交差点では、 双方の道路の信号機の青信号と赤信号の秒数を同じ長さとするが、特に事情がない限り、交通量の多い道路側の信号機の青信号の秒数を長くし、交通量の少ない道路側の青信号を短く、適切な秒数で設定することで渋滞を回避できる。市街地では他の信号機と連動した系統式の信号を設置することで、かなりの渋滞は回避できる。 また、交通量に応じて赤信号と青信号の秒数を自動的に調整する緩和制御式の信号機の普及が支部対策に役立てられている。左折と右折の矢印信号を効果的に用いることも渋滞の緩和に有効である。その際、右折車が多い交差点では右折専用矢印信号を数秒長く設定し、左折車が多い交差点では 左折専用矢印信号を設立する工夫が必要となる。片側4車線以上ある広い道路では、直進、右折、左折専用の矢印信号だけで制御している。セパレート式信号機を採用する交差点があり、渋滞の緩和に一定の成果を上げている。横断歩行者が多い交差点では、横断歩行者の列に遮られて車列が右折できないこともあり得るため、 横断歩行者用信号と車道用信号を分離制御するとで解決させる手法が取られる。中華人民共和国吉林省吉林市において、これまでの統計とバスに搭載された端末を通じてデータをもとに信号の設定を変えた結果、車両の平均時速が上がり渋滞緩和に成功した。道路が他の道路や踏切と平面交差していることにより、 結節点としての効果を発揮する代わりに円滑な交通を妨げになっていた。そこで立体的に交差することより交通容量は飛躍的に増大でき効率よく通行することができる。立体交差化は信号交差点や踏切で行われる渋滞対策手法で特に信号交差点では交通量が多い方の道路を交差する道路の上にまたがせる高架橋とするか 道路下にくぐらせるアンダーパスとした方がより大きな効果が期待される。具体例として小田急電鉄小田原線、成城学園前駅から上戸駅を連続立体交差化した結果、実施前は旅行速度時速 8km に対して実施後は旅行速度時速 19km と大幅に向上することに成功した。道路の交通容量を超えると渋滞する原因の 一つであることから、全国各地で、道路拡張やバイパス道路建設を進めている。道路を拡幅して、車線数を1本から2本に増やせば、単純に交通容量は2倍になるが実際には、それよりも大きく交通容量を大きくすることができ、そして最も早い解決手法でもある。ただし、道路拡幅には多大な道路改築予算を必要と、することから、実際には、容易に、 車線数を増やすことができないでいるのが実情である。そこで、信号交差点の手前の一部区間に、右折専用レーンを長めに増設して、後続車の振動を妨げない方法を取ることで、交通容量を増大させることもできる。また、左折車が多い交差点では左折レーンを増設することで、交通車両の流れをスムーズにて、渋滞緩和に役立てられている。 秋田南バイパスのケースでは、国道7号のバイパスとして建設された結果、整備前の時速 23km から整備後時速 32km と速度向上できた。しかしながら、その後、一部区間で慢性的な渋滞が発生し問題となっていた。そこで4線化に着手した結果、あらや古道橋交差点では整備後旅行速度は3倍向上した。 東日本高速道路、ネクスコ東日本の調べによると、高速道路の道路渋滞は交通集中を原因とする渋滞が約7割を占め、さらに上り坂及び作部での渋滞がそのうちの約7割となっているという。具体的には、上り坂や作部での車の速度低下により、後続の車が車間距離を空けようとブレーキを踏み、その動作にさらに後続の車が反応することで、 旅行速度の著しい低下を招くというものである。そこでネクスコ東日本では LED 発光パネルを道路脇に複数設置して進行方向に流れるように光るシステムを開発した。その装置によりドライバーは光の流れを意識するようになり速度向上を自然と意識するのが狙いである。LED 発光パネルが初めて設置されたのは2011年2月に 三陸自動車道リフジャンクション最初である。実際に設置を行った箇所では、以前より速度向上し、後続車も追随することにより渋滞延長は2100メートルから800メートルと短くなり、渋滞継続時間は50分から30分へ短縮した。現在では、ネクスコ東日本では、ペースメーカーライト、首都高速道路では、エスコートライト、ネクスコ中日本では、 速度感覚コントロールシステムという名称で設置を行っている。イギリスのロンドン市では2003年、特定地区への車両乗り入れ時に課税するコンジェスチョンチャージ、渋滞税を導入した結果、交通量が20%減少し、渋滞遅延時間も30%減少した。2009年に警察庁と日本自動車連盟が共同で、 中央自動車道小仏トンネルで8台の車を車間距離を40メートル空けて一斉に走行させた結果平均時速が実施前の時速55キロメートルから時速80キロメートルに回復したという実結果が出ているこれは車間距離を詰めすぎると後ろの車が前の車に反応することによってスピードが落ちるためで距離を40メートル空けることで防ぐことができる 1987年の年末年始から日本道路公団で渋滞予測情報提供が始まり、現在ではネクスコと日本道路交通情報センターが提供している。これにより渋滞する日付と時間帯が分かり渋滞を避けられる。なお、的中率は8割程度で、外れる原因としては天候やメディアで紹介された場所へ人々が殺到することが挙げられる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。